皆さんこんにちは、トリスケです。本日もゲーム実況をやっていきたいと思います。本日はあの日をもう一度のエピソード8をですねやっていきたいと思います。はい、それでは早速エピソード8、キツネのお礼参り。お、キツネじゃなくておじさんですね。お待たせいたしました。あなたが今回のご依頼者様ですね。ここを訪れたということは、あなたも過去に心残りがあるのでしょうか。おう、過去が変えられるお店っていうのはここで合ってる？そうですね、過去を変えることはできます。しかし今あなたが生きるこの世界が変わるわけではありません。まあそれでも過去を変えられるってなら、俺はずっと米農家をやっていてな、田んぼを持っとるんよ。27年前の春、俺んちの田んぼ周りを狐がうろついとってな、ちょうど田植えをし始めた時期だったから荒らされちゃ困ると思うて追い払った。そうしたらその年の秋、とんでもねえくらい不作になってな、稲が痩せ細っててよ、しかも俺んとこの田んぼだけ。こりゃなんかの天罰かと思うたが、狐は五穀豊穣の神様、お稲荷さんのお使いだって後で知ったよ。神様の使いを追い払っちまったから稲が実らなかったのかもしれねえ。なあ店主さん、過去に行って俺に狐を追い払わないよう忠告してきてくれ。そしたら今頃きっと大豊作で 大金持ちになっていたかもしれんからな。先ほど申し上げた通り、あなたが生きるこの現実は変わりません。それでも過去を変えてよろしいのですね。おう、任せましたよ旦那。神社横の田んぼ付近にいると思うんで、俺の若い頃なんで作業着てると思うぜ。麦わら帽子を首にかけてたかな。かしこまりました。では後ほどご報告いたしますね。苦しい時の神頼み。さて27年前に行ってみよう。さあ25年、27年前が多いね。まずは過去の依頼人を探してみよう。確か神社隣の田んぼ付近だったね。依頼人は麦わら帽子を首にかけて作業着姿のようだ。よし行こう。さ、神社はこっちだね。で、神社横の田んぼってことは、お、フォトスポット。ちょっと先写真撮ってっか。はい、チーズと。これ何の花かな？境内のスミレの花。あ、ここにもスミレ咲いてんだ。前ね。あ、ここは紫のスミレね。で、こっちが白色のスミレだ。この白色のスミレをね、取りに来たからね、前。さ、お、いたいた。話す。ったく、どこに逃げたんだ。次に見つけたら、とっ捕まえてやる。ブツブツ。ん？なんだ、坊主。もしかして、キツネをここらで見たのか？この男性が依頼人で間違いなさそうだ。見ていない？そうか。いや、最近キツネがうろついていてな、田んぼが荒らされないか心配だよ。おそらく山から降りてきたんだろうな。とっ捕まえてちょいと懲らしめてやりてんだよ。ん？キツネは神様のお使いだから懲らしめちゃダメだって？そうなのか。じゃあキツネをもてなせば豊作になるってことか。豊作になれば俺はお金持ちってことか。そんなら早速試してみねえとな。俺はここで狐が来ないか見張っておくからよ。坊主は狐の好物を調べてきてくれ。神社の神主さんとか知ってんじゃねえの？どれ？まあ、お稲荷なんじゃないのかな、狐の好物って。お稲荷のイメージがあるけどね。まあ、もしくはなんだ、ネズミとかなのか。お、神主さん。さ、やあこんにちは。今日はどうしたんだい？狐について知らないかって？ああ、狐が神様のお使いだからかい？そうだね。ここは五穀豊穣や商売繁盛の神様、お稲荷様を祀っているんだ。昔はこの神社でもよく油揚げを奉納していたんだよ。お稲荷様のお使いであるお狐様のためにね。今では参拝者が減ってきて、そもそもこの町の人の数が減ってきているけれど、それでも
今でもたまにお供えする参拝者がいらっしゃるよ。君もお供えしたいときは自由にお供えしていいからね。狐は油揚げが好物らしい。依頼人に報告に行ってみよう。やはり油揚げだったか。まあなんかそんなイメージがあるよね。お稲荷さんっていうぐらいだしね、稲荷寿司のこと。さ、稲荷寿司を作ってくれるのかな。稲荷寿司をどっかで買わなきゃいけないのかな。お、どうだった。こっちはまだ狐現れてないぜ。油揚げ、狐は油揚げが好物なのか。つまり油揚げを神社にお供えすれば豊作になるってことだな。ほんじゃお金渡すからよ、商店街の豆腐屋で油揚げを買ってきてくれな。一番いいやつな。神様の使いにあげるんなら奮発しねえとな。意外といいやつだね。豆腐屋のおばちゃん、あいよ、いらっしゃい。お使いかね。どれが欲しいんだい。うちのお豆腐は全部美味しいよ。油揚げ、あいよ、ありがとね。これ一番いいやつだよ。油揚げを手に入れた。よし、依頼人に届けに行こう。はい、到着。油揚げを渡した。おお、ありがとな。どれどれ、これだよ、これ油揚げ。いやー、ありがとな。早速神社にお供えに行ってみるぜ。よし、無事見学しよっか。神社の様子を見に行ってみよう。よし、これで今年の秋はきっと豊作だな。キツネちゃん食べてくれよ。ほんで稲荷さんにいい報告お願いしますよ。おや、お供えですか。ありがとうございます。あ、どうも。油揚げですか。きっとお稲荷様も喜ばれますよ。いやー、そうだと嬉しいですがね。ところで、なんで油揚げなんですかね。油揚げをお供えする理由ですか。昔は油揚げではなくネズミを揚げてお供えしていたようですよ。うへー、ネズミ。タや稲を荒らすネズミをキツネは食べてくれますからね。お米を育てる人にとってキツネはありがたい存在だったのでしょう。そんなありがたい存在を使わせてくれたのが五穀豊穣の神であるお稲荷様だと。そのうち時代とともにお供え物も変化していき、今では油揚げだそうです。諸説あるのかもしれませんが、僕は仙台からそう伺っております。なるほどな。ただし豊作によってお金を儲けたらきちんとお礼参りもしてくださいね。自分の利益ばかり喜んで力を貸してくれたものにお返ししないのは失礼ですからね。それはもちろんですよ。これで豊作になればいくらでも油揚げを備えますよ。早速また明日ここに様子を見に来ますね。狐が油揚げを食べているかも。過去のあなたと会ってきました。狐を追い払わずに油揚げまでお供えしておりましたよ。おお、ありがとな。俺はあんまり神様とかを信じるたちじゃないが、不作になったあの年の秋、不思議な経験をしたんだ。秋の夕暮れに神社の近くを通りがかると祭り囃子や人がざわつく気配がした。秋だしお祭りでもしているのかと思って鳥居の奥を覗いてみると、そこには誰もいなかったんだ。騒がしかった音がピタリとやんだ。確かに音楽や人の話し声が聞こえたのにだ。おかしいなと思ってしばらく突っ立っていると、ふと視界の端を何かが走っていった。夕日の逆光でははっきりとは見えなかったが、多分キツネだった。そいつはくるりと振り向いてこちらをちらりと見ると、あざ笑うかのようにさっそうと本殿の裏に消えていった。まさかあの日追い払った狐がお礼に仕返ししてやろうといたずらしたのかもしれない。とりあえず神様の機嫌を取ろうとすぐに神社でお参りしたよ。翌年からはなんとか不作は免れたがね。不思議な経験だったが、迷信とかはやっぱり現実人を掘り得るのかもしれんな。あの時狐を追い払わずに買い物くらいあげていたら俺も今頃。ま、今更言ったってしょうがねえか。店主さんも気ぃつけてくれよな。ほんじゃ、お世話になったな。さーて、昨
昨日お供えした油揚げ食べてくれているかな。油揚げが減っている？もしかして本当にキツネが食べた？油揚げのお供えありがとうございます。うわー、びっくりした。いえいえ、今年の秋の稲刈りが楽しみです。豊作を期待しています。はは。しかしあの油揚げはやや脂っこいものでしたね。けちりました？え、いやー、豆腐屋で一番の油揚げを買ったはずですが。で、神主さん、あの油揚げもしかして食べちゃったんですか？あの量の油揚げじゃ法則にはほど遠いですよ。奮発して、ほら、あんなにお皿いっぱいにお供えしたのに。ほら、あれ、神主さん、こんにちは。あなたは昨日の油揚げをお供えしてくださったお方ですね。あ、いた。もうどこ行ってたんですか。ちゃんと人の話は聞いてくださいよ。どこって、参道入り口の祠周りを清掃してきたところですよ。え？いや、だってさっき油揚げが脂っこいだの少ないだの文句言って。ん？何のお話です？あ、こーん、キツネ？キツネにつままれたとはこのことか。エピソード8、キツネのお礼参りクリア。はい、それではですね、本日はここまでにしたいと思います。次回ですね、エピソード9やっていこうと思いますので、よければ次回もご視聴ください。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバイ。